どうも、ハセシュンです。今回はですね、喉の負担が少ない発声練習というものをやっていきたいと思います。これはですね、僕が喉の調子が悪い時に言語療法士の先生に習ったやり方なんですけど、今喉の調子悪くないよ、喉絶好調だよっていう人も、これをやることによって、声帯の動きが整ってよりいい声になる、より響くようになると先生はおっしゃっていたので、参考にしていただければなと思います。それでは早速やっていきたいと思います。よろしく。発声練習をやるにあたって用意してもらうものが2つあります。まず1つ目がこちら、水の入ったペットボトル、そしてもう1つがこちら、ちょっと長めのストローです。この2つを使って発声練習やっていきたいと思います。ここからはナレーションでお伝えします。まずはじめに水の入ったペットボトルの中にストローを入れてください。ストローは5センチほど入れてください。そしてストローを口に加え、うの音でまずは中音、う、楽な高さでいきましょう。これを20秒、次に高音、う、これを20秒、そして次に低音、う、これを20秒。この時喉の奥の方から口先へ向かって逆三角形のようになるように意識してください。これを各5回。次に低音うーから高音うーに向かって波のように音を上げていきます。そして上がりきったら息を吸い、低音まで音を下げます。この時音が内側にこもるのではなく外側に抜けていくように意識してください。この音の上げ下げ、これで1セット、これを5回かける6セット行ってください。はい、いかがでしたでしょうか。今回は喉の負担が少ない発声練習やってきたわけですけれども、少しでも参考になったよ、よかったよっていう方はですね、チャンネル登録、並びにグッドボタンよろしくお願いします。それではまた別の動画でお会いしましょう。バイバイ。